して始球式を行います。本日は日本テレビが27日土曜日から28日日曜日に放送する24時間テレビデーということで、この方が始球式に登場です。スイッチャーを務めていただくのは24時間テレビ総合司会、羽鳥慎一さんです。日本テレビ夏の恒例番組24時間テレビは今年で45回目を迎えます。メインパーソナリティは YouTube チャンネルジャイモチャンネルのメンバーである二宮和也さん、中丸雄一さん、山田龍介さん、菊池風磨さんの4人が務めます。また今年もチャリティー活動を実施いたします。皆様からお預かりした寄付金は経費を差し引くことなく支援活動に活用いたします。対面での募集は行わず、スマートフォンなどによるキャッシュレス募金を実施いたします。ご参加いただける方は24時間テレビ公式ホームページをご覧ください。そして今年の24時間テレビテーマは会いたいということで、羽鳥さんが会いたい、この方がバッターを務めてくださいます。読売ジャイアンツ元木大輔ヘッドコーチです。羽鳥さんは中学高校と野球部でピッチャーとして活躍し、お二人は同じ1971年生まれということで、今回羽鳥さんの会いたい思いが実現いたしました。それでは参りましょう。羽鳥さん、お願いいたします。実現いたしました。元木ヘッドコーチもありがとうございました。改めて